一個だけやったらでかいの入ってんだけど。バンダイさんの待ちぼうけ11全5種で今回当たったのがビションフリーゼ、タヌキ、赤クラゲ、シロナガスクジラ。どういう仲間？もう待ちぼうけも11まで来てんだ。今回水クラゲだけ出なかったんだけど、タヌキとかやたら出たんでプレゼント企画にしようかなと思います。で、これがね、ビションフリーゼ。いかつい名前だけど、ラホツこれ。あの、毛もっこもこの感じとかはやっぱすごいね。よく表現されてると思うわ。心なしか遠くを見つめるような感じでね。タヌキ。お、目キュルキュルで可愛くない？体もちゃもちゃで座り方も体育座りじゃないんだ。可愛い。これちょっとプレゼントぜひ応募してみてほしいね。こいつがダントツでかくてカプセルのサイズも違うんだから。シロナガスクジラさすがに希少くないか、この体勢は。あの色のグラデーションめっちゃ綺麗だし、ちょっと細長いのにちゃんと安定して立つのがすごいね。この辺のツルツルの感じの質感とか好きだな。あとクジラってここ尖ってんの？そんなに勉強になるね。これが欲しかったのよ。クラゲがどっちか欲しかったの。半透明で綺麗だよね。で見たことないよ、クラゲが体育座りしてるとこ。もう何が手で何が足なのかよう分かんないけど、いやどれも可愛いんだけど、マジで同一シリーズだとは思えんな。かぶったガチャガチャをプレゼント。私ヨコンが大量のガチャガチャを回す中でかぶってしまったガチャガチャをみんなにプレゼントしようのコーナー。先週の当選者の方はこちら、おめでとうございます。これから発送作業に移りますので、今しばらく楽しみにしてお待ちください。そして今週のプレゼントはこちら。応募方法は概要欄の URL もしくは TikTok プロフィールのこちらのリンクから飛んで必要事項をご記入ください。チャンネル登録、フォロー、コメント、高評価などもぜひお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。